ローウォーズファンの皆様、おはようございます。実は、カーク信者は、昨年の12月25日から、パソコンが故障したメンバーのために、彼の代わりに、彼のアカウントにログインして、ダイソーをしています。彼は VIP10 のプレイヤーですが、バルキリーズフェイバーに加入していないので、タワーやダンジョン、タイタントーナメントの消化に、時間を割かれる羽目になりました。パソコンが故障したというのですから、長文で詳細な状況を教えてもらえないまま、今日に至っています。当初は、他人の遊戯のために、自分の時間を割くのは嫌だな、と感じていましたが、半月ほども経過すると、いろいろと勉強になるし、これはこれで悪くない、と思えるように、心境が変化したのです。その理由として、最終的に、全員が同じマックスレベルのヒーローを入手できると分かっていても、その道中の過程は、住人と色だと再認識できたから、です。その典型的な例が、チーム編成になります。カーク信者がダイソーしている彼の場合、お気に入りがセレステとマヤみたいで、メインチームは、アスタロス、カーク、セレステ、マヤ、アストリッド&ルーカスになっていました。なるほど。しかし、カーク信者はセレステとアストリッドを使ったことがないから、こんな編成で戦えるのかな?と、半信半疑で彼のゲームを引き継ぎましたが、これはこれで意外と戦えるようです。もう少し、総合パワーが上昇すると通用しなくなる可能性もありますが、彼が戦っているアリーナ700位前後では、特に弱いと感じることはありません。ただ、ヒーラーが、セレステとマヤの二人だと、明らかに苦戦を強いられることがあったので、カーク信者の判断で、アストリッドをマーサに変更しました。本来なら、彼から、どのヒーローを集中的に育成してほしい、と指示をもらえれば、それに沿った形でヒーローを育成するのですが、そういった指示を受けていないので、グリフなどの成長過程を見ながら、こちらで勝手に判断をしています。なお、彼がどのような思考回路で物事を考えているのかわかりませんが、グリフ用のルーンを各種1000個ずつ備蓄していたのには驚きました。おいおい、すごいな。ペットポーションも10万ほど備蓄してあるし、何を考えているんだろう?最初の1週間は、彼の備蓄した資源に手を触れないように遊戯していましたが、10日が経過しても何も言ってこないので、じゃあ、好きに使わせてもらおう。と考えたのです。ただ、カーク信者自身が、これをされたら嫌だな、と思うようなことだけは実行しないようにしているので、ルーンには、できる限り手を触れないようにしています。アリーナとグランドアリーナの順位が、共に1000位以下だったので、さすがにこれはまずいと思って、700位程度を維持できるように、彼のチームをレベルアップしましたが、こういったことに無頓着な人もいるということを知ることができたので、良い勉強になったと思います。しかしながら、彼の遊戯した痕跡を見ていると、これは悪い傾向だな、と感じた点が一つだけあったので、それを視聴者様にお伝えしたいと思います。それは、チームレベルイコール、メインチームのヒーローのレベル、という構造になっていないことです。カーク信者が彼のゲームを引き継いだ時のチームレベルは113でしたが、彼のメインチームのヒーローのレベルは、そのほとんどが105でした。つまり、彼の場合、メインチーム以外のヒーローにも、経験値ポーションを割り振りすぎているので、一番肝心な、メインチームの育成が遅れていたのです。なんだよ。ギルド戦のメンバーに起用してくれって、何度も頼み事をしていたから、どれだけ熱心に育成をしているかと思ったら、やっていたことは、非効率な育成だったんだなぁ。ヒーローのチーム編成に関しては、他人が口出しをするべきでないと考えていますが、ヒーローのレベルに関しては、カーク信者なりの考えを持ち合わせています。それは、ギルド戦に出場したいのなら、最低でも、チームレベルイコール、メインチームのヒーローレベル、を維持するという考えです。ギルド内でも、下位に位置している人に限って、この傾向が顕著に現れています。例えば、チームレベルは122でも、
ギルド専用に登録されているメインチームのヒーローのレベルが104といった感じです。これは明らかにグランドアリーナ用に3軍までを育成している人のパターンでして、経験値ポーションを15人のヒーローに割り振っているのです。かなり課金をしている人なら、手広く15人のヒーローの育成が可能ですが、非課金で遊戯を継続するのなら、経験値ポーションをむやみやたらに、メインチーム以外に割り振ってはいけません。もし、自分はギルド戦に出場しないと決めているのなら、そのような育成方針でも構いませんが、少なくともギルド戦を意識するのなら、絶対にチームレベルイコール、メインチームのヒーローのレベルを維持しなくてはならないのです。ギルド内のメンバー同士で、ギルド戦の15人の出場枠を争っているので、他のギルドと戦う前に、身内との競争に勝たなければ、ギルド戦に出場などできるわけがないのです。もし、視聴者様の中で、自分がギルド戦のメンバーに選ばれないと悩んでいる人がおられましたら、それは明らかにこのことか、タイタンが異常に弱いかのどちらかになります。最近になって、このヒーローウォーズを始めた人がおられましたら、このことだけは守るようにしてください。そうすれば、大抵のギルドでは、あなたをギルド戦のメンバーとして起用するはずです。なお、このことは、非課金で遊戯しているカーク信者でも実践できているので、視聴者様ができないということは、決してありません。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、チームレベルイコール、メインチームのヒーローレベル、を維持できていなかった人は、チャンネル登録を、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。